ユリシーズがスペースシャトルから放出される場面を描いた想像図ガリレオとその下に接続されている完成上段ロケットブースター。これらはスペースシャトルアトランティスの STS-34 ミッションで宇宙へ打ち上げられその後放出された完成上段ロケットまたは完成誘導上段ロケットとは二段構成の固体ロケットエンジンである。 アメリカ空軍によって開発された。開発目的は、タイタン3ロケット、タイタン 34D、または、スペースシャトルの貨物室から重くて、大きなペイロードを打ち上げるためである。1969年から同74年にかけて、スペースシャトル開発機を通じて、NASA は、米空軍が嫌ながらに行う援助を受けつつ、スペースシャトル上でも、 しかし同時にタイタン3にも切り替えて使えるロケットの上部ステージを欲していた。これにより、タイタン3型は、サターン V 型ロケットの派生型であり1973年に一度だけ、スカイラブを打ち上げるために使われた、サターン INT-21 以来の、合衆国軍用で最も強力な無人ロケットとなる予定だった。これは、万が一、 スペースシャトルが開発途中の試験による長い長い遅延に陥った時に使う保険として開発していた。しかし NASA は惑星探査ミッションにセントール上部弾の別バージョンを使用することを検討していた。米空軍はトランステージというハイパーゴリック推進剤仕様のほとんどのタイタン3型に使われた上段を使いたいセントールは必要ないと思っていた。 トランステージは、セントールとは違い、シャトルのオムズや、RCS と同じ燃料、酸化剤を使えた。固体燃料のユースは、トランステージとセントールとの間を埋めるものとして作られたものだった。トランステージは、NASA の、大抵のペイロードの打ち上げに足りうるほどに強力では、なく、ごく軽い衛星を軌道に乗せられるほどの非力なもので、力不足だった。それに対して、 セントールはすべての軍事衛星や偵察衛星、電子諜報衛星を打ち上げるために必要とされていなかった。つまりこれ一本で小型、軽量級から大型、重量級までの衛星を打ち上げるためには能力がありすぎてまさに役不足だったのである。ユースはスペースシャトルかタイタン 34D のどちらかを使って二つのアメリカ国防総省もしくは アメリカ国家安全保障局の大型偵察衛星を、ソビエト連邦の衛星よりも、上空を飛ぶふさわしい軌道に投入するのに、または単一の NASA の衛星を、正式軌道に投入するのに、十分な能力を持っていた。ユースの最初の打ち上げは1983年、スペースシャトル STS-6 ミッションのちょっと前。 ケープカナベラル空軍基地からタイタン 34D を使ってのものだった。ボーイングがユースの主要な受け負い人だった。協力企業として、ユナイテッドテクノロジーズ社科学システム部門がユースの個体ロケットモーターを製造した。ユースは二段ロケットだった。タイタンロケットにより、離床し、またはスペースシャトルの貨物として格納されて、それらのロケットと一緒に打ち上げられた。 タイタン打ち上げでは、1段目と2段目及び、補助個体ブースターがユースをペイロードと共に運び上げ、低軌道まで打ち上げたものだった。そこでユースは、タイタンと切り離され、より高高度の軌道へと遷移する、楕円軌道に移すためのユース自身の第1段目を、点火したのである。シャトル打ち上げでは、貨物室が開けられ、ユースと、ペイロードが50度の角度で持ち上げられて放出された。 シャトルが、ペイロードから、安全な距離を十分に取って離れると、第1弾目を点火して、そこからはタイタンでの打ち上げミッションと同様に、トランスファ軌道に入ったのであった。延地点へと近づく直前に第1弾目と段幹部を切り離し、ちょうど延地点で軌道の形を円形にするために、第2弾を着火し、衛星を分離した。その後、高度調整ジェットを使って、 逆噴射を行い、ユースが運んできたペイロードとぶつかる危険を避けるために、軌道を落としたのである。追記すると、下記の通信衛星、偵察衛星打ち上げミッションでは、衛星は24時間で一周する静止軌道に乗せられたが、ユースは惑星間探査機を加速するのにも使われた。それらの探査機打ち上げミッションでは、第一弾目が燃え尽き分離してからすぐに、 第2弾目が点火された。低い高度で第2弾目に点火することで探査機は地球軌道から離脱するのに必要なだけの速度を得ることができた。2007年現在以下のミッションはユースを使って打ち上げられた。これらのほとんどがスペースシャトルからの打ち上げである。1986年のチャレンジャー号事故の後遺症により、 スペースシャトル用セントールが禁止されてから特に増えた。今のところ、ユースよりもっと使いやすく、効率的なセントール上段が、新型のアトラス V も含んだ、アトラスロケットで使われているため、ユースは事実上のセミリタイヤード、純体液状態に置かれている。しかしながら、将来において、デルタ4を増強させるために使われるかもしれない。もしかしたら、例えば、 アレス・ワイやアレス・ブイのような現時点で未だ計画段階にあるシャトル派生型ロケットにおいて上段として使われるかもしれない。しかしながら万に一つでもありそうにないことだが最後に残った完成上段ロケットを使った最終打ち上げとしてかつボーイング社のユースチームが解散していなければ将来にわたってのユース衛星搭載ロケットの生産は 全くもって高額なものになるだろう。ありがとうございます。